握力、前腕を鍛えるトレーニング器具のことである。1970年代には、ダイナ B という商品名で販売されていた。ダンベルなどの筋トレ器具とは違い、筋肉に過度な負荷をかけずに安全にトレーニングすることができる。ノンインパクトトレーニングツールなので、野球、ゴルフ、テニス、バスケット、バドミントン、ボーリング、卓球、ボルダリング等の指、握力、 手首を使うスポーツトレーニング、リハビリ、筋力トレーニングなど幅広く活用されている。RPM スポーツ車のパワーボールは世界各国で通算400万個以上の販売されているベストセラー商品でアスリート、プロスポーツ選手にも愛用者は多い。野球ボールより一回り小さいメートル前後の直径でプラスチック製の外玉とその内部には ローターと呼ばれるボールが内蔵されている。ローターの中心には金属製の軸が通っており、この軸が外玉の赤道部分の溝を自由に動くことができるようになっている。ローターが回転するジャイロ効果により、手に握られた外玉には 14kg から 39.6kg の負荷がかかる。この負荷を抑えるために指、握力、前腕を鍛えることができる。慣れないうちは、 パワーボール内部のローターにある穴にコードを刺してスタートさせる。慣れてくるとコードなしでも指などで与える最初の回転だけで回すことができるようになる。コードを利用する場合は巻きつけてからローターの溝に沿った角度で紐を引っ張ることで駒回しのようにローターに初速を与えて開始する。その後はローターの回転に合わせて手首を回すことで回転数を上げていく。 そうすることで回転数の上昇に伴うジャイロ効果で負荷が発生し回転を維持上昇させるための筋力及びジャイロ効果に対抗するための握力などを鍛えることができる近年では紐なしで指導できるオートスタート機能を搭載したモデルも発売されているオートスタートモデルは内部のローターを矢印の方向に10回程度程度親指で回した後 ローターを押さえている指を離すと、ボールが回転をし出す。パワーボールジャパンパワーボールの回し方3章。誤解されがちであるが、外玉を回転させることで、内部ローターの回転数をアップさせるためには、手首による回転エネルギーをローターに伝えるために、ローターの軸と外玉赤道の溝の間には、ある程度の摩擦抵抗がなければならない。仮にこの部分の摩擦抵抗がゼロになれば、 手に持った外玉をいくら回しても、そのエネルギーをローターに伝えることはできないからである。このため、回らないからといって外玉の赤道部分の溝に潤滑油などを塗布すると、逆にそれを回すことは非常に困難になる。回転数が上がった後の本体は、ジャイロ効果によって本体そのものが動こうとする大きな力が発生する。この力により握力が鍛えられるが、 ややもするとこの力によって本体を落下させる等の事故が発生する。落下の衝撃によりローターの軸や外玉に歪みが出ると回すことが困難になることもある。ありがとうございます。